アンダルシア周限産の牧用犬種、水中作業用犬種である。別名は、ペロデアグアエスパニオール。その他の故称の一つにアンダルシアンダークというものがあるが、これはアンダルシアのトルコ人労働者を意味していて、毛色が彼らの肌の色に似ていて、かつそのようによく働くことにちなんで付けられた別名である。牧用犬として使役されている個体追いたちは、 ほとんどが謎に包まれているが、プーリーやコモンドールといった、シャギーコートの牧羊犬種や森畜犬種と何らかの血統的な関わりを持っていると考えられている。1110年頃の資料にはすでに本種かその直系の先祖と見られる犬の記述が残されており、古くから存在していた犬種であることが確認されている。本種は様々な仕事をするのに使われた。 牧羊犬としては、羊やヤギなどを誘導した。季節によって、スペインの北と南を行き来し、放牧地を移動する際、1日に何キロメートルもの距離をかけ、家畜をはぐれさせないように的確に放牧地へ移動させた。農場では、泥棒や害獣から作物を守るため、番犬として働いた。猟犬種ではないため狩猟能力は、決して高くはないが、 ネズミや舐めてかかるウサギであれば仕留めることができる。漁師には水中作業犬として使われた。泳いで網を設置したり、水中に落としてしまったものを回収するのに潜水をすることもできた。また、海上で撃ち落とされた鳥を泳いで回収することもできる。このほか近年は災害救助券などとしても使われている。もちろん、漁師が変わっているので、 ペットや小ドッグなどとしても飼育されている。現在牧畜が機械化され、放牧地の減少などにより、牧用犬としての役割は減りつつあるが、その他の仕事は現在でも継続されていて、特に水中作業犬としてはよく使われている。スペインでは人気があり、特にアンダルシア州ではよく見られる犬種である。しかし、スペイン以外ではったに見られないやや珍しい。 犬種である。カラーバリエーションの例。人気の茶色以外にも様々な毛色が存在する。もさもさとしたシャギーコートに全身を覆われた印象的な犬である。コートは強く、ウェーブがかっていても釣れやすく、油を多めに含んでいるため水をよく弾く。また、厚い構造になっているので保温性があり、冬の寒さや冷たい水にも強い。ただし、 洗うのが大変で、地肌が湿気て蒸れやすく、日本の夏のような暑さに弱いのが欠点である。とはいえ、スペインのように夏でも湿気の少ない地域では、このようなトラブルは起こらないので、原産地では安心して飼育ができる。毛色は暗色系の茶色など。なお、コートが伸びきるまでに3年ほどかかり、一度も刈ると伸びるまでにさらに時間がかかる。 このため、コートを着ると二度と以前の姿には戻れないというように、比喩されることもある。マズルは短めで、体つきは普通である。耳は垂れ耳、尾は垂れ尾で耳と尾には飾り毛がある。尾は、段をして短くすることもある。体高38から50センチメートル、体重12から20キログラムの中型犬で、性格は、主人家族に忠実で従順。 陽気で恩和だが、仕事柄により警戒心が強い。見知らぬ人には、吠え立てるが、危害を加えないと判断すると距離を置いて接し始める。しつけの飲み込みは、非常に良く、芸もたくさん覚えることができる。状況判断力や、社会性も高く、コートのことを除けば、ペットとして飼育するのにもよく向いた犬種である。走り回ることが大好きだが、 それと同じくらい泳ぐことも大好きで得意としている。運動量は大型犬並みでかかりやすい病気は地肌が蒸れて起こる、皮膚炎、コートが目に入って起こる、目疾患、耳の中が蒸れて起こる、外耳炎、運動のしすぎによる関節疾患などがある。ありがとうございます。